やはりボールを持てることと縦パスを選択できるというところで攻撃の実力生まれますから、あと2人しっかり運動量を持って。西村レオセアラ右に開いていますが、西村からワイド水沼コータクロスだ、レオセアラキムジヒョン押し込んでいった、オフサイドフラッグ上がっています。ここも 4-4-2 のブロックを作りました。藤田に対してプレッシャー、加藤睦月前を向いたシュート、先制タイムセレッソ、天候一滴の瞬間を逃さなかった加藤睦月、2試合連続のゴールでセレッソ先制です。いや、ここでしっかり上条と加藤で守備のスイッチ入れながら、ここでパス交換して、ここでフィニッシュを選択しないと、やはり F マリノスの守備の選手たちに対応されてしまいますから、はい、まあ、ただ距離ありましたからね、非常に難しい選択ではありましたけど、その選択が素晴らしかったことと、加藤の持っている技術ですよね、はい、しっかり狙ったところに力強くミートしましたから、まあ、素晴らしい先制点のシーンになりましたね。そうですね、広島ユース出身、中央大学を経てプロ入りしたこの加藤睦月のブルーの面です。パトリッキークロス落としてタガートだ、素晴らしい形で、優しい形でタガートに落としましたから、繋がらないですよね、はい、宮市シュート、こぼれたところ中川、ホイッスルは、ホイッスル、イエローではなくてレッドカードです。逆をつきました、見事に決めて1点差、さあまだわからないこのゲーム、2対1です。夏男のレオセアラ、山根サイドを変えて藤田戻して、岩田ふわりと浮かせてレオセアラだ、岩田のワンタッチをクロスですよね、あとはレオセアラがしっかりポジションをヨニッチの背中を取ったということで、はい、まあ、あとはも ここでホイッスルです。最後横浜 F マリノスの猛攻をしのいだセレッソ、2対2の引き分け。